三浦城8月10日から1945年9月7日は日本の実業家。第二次世界大戦時に日本の占領下にあったバリ島でインドネシア解放の大義を信じ民政部顧問として働いたが日本の敗戦により解放の約束を果たせずその責任を取り自決した。百八十八年日本キリスト一致協会の牧師一家の次男として 仙台にて生まれる。秋田中学に進むも、在学中は、経済的状況の厳しさから、牛乳配達のアルバイトをして過ごした。1905年、父のハワイ日本人協会赴任に伴い、東京都港区に引っ越し、明治学院普通部に編入。やがて、堤林和江が商売と伝道を兼ねて設立した、南洋商会への入会を決意すると、1908年、 明治学院を中退し、1909年4月に、ジャワ島スマランに渡航。しかし、約半年後の同年12月に、南洋商会を脱退する。南洋商会を脱会した三浦は、同志5名と共に、南洋の各地を流浪し、1912年、セレベストーマカッサルで雑貨、小売業を開業した。1916年に、日本に帰国し、結婚。 同年12月に鶴間春次と共に日印貿易商会を開業。本店をセレベストマカッサルに置き、出店及び出張所4カ所に置き、南洋における通商貿易、幸い漁業、生油、最高造船を扱った。経営は順調に進むも、1925年頃、鶴間が強盗に殺害され、同会は解散。その後、 三浦はトラジャで、岸正秀とコーヒー園の経営を開始。デンパサールのガジャマダ通り1928年に再婚。1930年にコーヒー園の経営を諦め、バリ島へ移住。三浦一家はデンパサールに今日構え、ガジャマダ通りの一角に手自転車の修理業を始める。やがて、南洋浪人二人を雇い入れ、ブレレン、クルン君に支店を開業。 バリ人からは、トコスペタトワンジャパングとして慕われた。太平洋戦争の開戦前後、三浦は日本に帰国。しかし、1942年に召集を受け、同年2月、陸軍第48師団今村隊の随員として、再びバリ島サヌール海岸に上陸した。三浦は、現地の王族たちを集めて、太平洋戦争の意義を通訳し、また、 自らも演説するなど、戦部工作に従事した。この頃の三浦は、太平洋戦争の大義を信じており、次のように語ったという。この戦争は、バリ島は、もちろん、アジア10億の解放運動であり、それぞれのところを餌しめる戦いである。インドネシアは必ず、日本軍の力で独立させるのだ。日本は決して嘘を言わない。まもなく、バリ島の治安は回復。 当時の軍政にあたった、堀内と明は、三浦に全幅の信頼を置き、住民統治の仕事を委ねた結果であると記している。また、1942年5月に、バリから他の群生地域への牛豚の移出が計画されると、三浦はこれに参画し、バリ畜産会を設立。さらに、食品加工後の残骸から歯ブラシやボタンの製造を行う三浦商会を立ち上げた。 これらの業務は具体的実務の一切がバリ人に委ねられ、三浦はそれを監督し、軍に対して責任を負う方式が取られた。これらの他にも三浦は通訳や民政部顧問として、軍部と現地社会との仲介役として活躍するようになった。例えば三浦は日本軍人がバリ人を存在に扱った事件を憤慨の気持ちと共に、 数多く日記に書き留めており、バリ島の陸軍慰安所に降印された女性を、自らの力で取り返したこともあった。現地バリ人との交流については、とりわけ後に、インドネシア独立後の初代バリ州知事となったイ、グスティク・トットプジャと親しく交わった。三浦は、病気療養のため1944年5月に、日本に帰国していたが、視線を越えて原住民と約束した帰国を断然。 履行せねば、日本人の信用に関する。男子の一言選挙区が、いかがに、我ひざりといえども、死がゆく手に待ち構えていても使命は断じて果たさねば、ならぬとして、同年12月に再び、バリ島へ戻った。同年9月に、インドネシア独立を容認する、小磯生命が出されており、三浦も、その実現に向けて動いた。バリ島の死柄じで独立に向けた。 小寸田建国同志会がプジャオを代表として結成されると、三浦は日本人として唯一、この同士会に加わり事務総長に就任。バリ地区産会、三浦商会の経営を現地バリ人に委ね、しがらじゃに出向いた。敗戦の前日、1945年8月14日のことであった。しかし、三浦浜もなく敗戦を知る。しばらく身を隠すも、 自決の決意を胸に秘め、謝罪の旅を観行。連合軍の進中が目前に迫る中、9月6日の晩餐で、プジャランに対して別れを告げ、インドネシアの独立が許容されるはずだった翌7日午前6時、ピストルを打ち込んで自決。残された遺書には、次のような文言がしたためられていた。この戦争で、我が祖国日本の勝利を念ずるためとはいえ、 私は愛するバリ島の皆様に心ならずも真実を歪めて伝え、日本の国策を押し付け、無理な協力をさせたことをお詫びします。今まで大きな顔をして威張り返っていた日本人も明日からは捕虜として皆様の前に惨めな姿を見せるでしょう。彼らが死なずに屈辱するのは新しい日本、祖国の再建に尽くそうと思っているからです。 死ぬのは一人で良いと思います。私が日本人皆の責任を負って死にます。当時の三浦に随行していた藤岡康夫もまた三浦の自決の理由を以下のように整理している。戦時中、バリ人に対して日本人は戦争に負けたら武士道の精神にのっとり腹を切ると言ってきたが誰も自決していない。このままでは日本人は嘘つきだと思われてしまうので、 自分が代表となる。敗戦により、インドネシア独立のために活動することが叶わなくなったので、せめて魂をこの地にとどめ独立を見守りたい。戦時中及び、特に戦後の日本人の行動は恥じるべきものであり、自分の自決によって、彼らに反省を促したい。進駐した、オーストラリア・オランダ軍は、三浦の葬儀を許可した。三浦城は、バリ人のために生き、 インドネシア独立のために死んだとのぼいとともに、デンパサール市のトゥガルベボステーション近くの住民墓地に埋葬されている。ありがとうございます。